伊沢選手の試合前インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。まずオフィシャルから質問です。はい、今回の髪色は赤で。はい、そうですね。今回は、まあ、星はいつも通りなんですけど、ライジンで初めて赤コーナーで入場するし、なんかやっぱりチャンピオンだし、かっこいいコスチュームにしようっていうことで、コスチュームが今回赤と金を使ったコスチュームなので、それに合わせて赤を入れさせていただきました。すごいかっこいいです。ありがとうございます。はい、でも今2日前となっておりますが、心境的にはリラックスされているというところですか？そうですね、すごい、まあ、気持ち的にも体的にもすごいいい感じなので、すごい絶好調ですね。ありがとうございます。先日の公開練習では、今回のテーマは冷静にということだったと思うんですが、こう試合中というか、これまでに何かこうその冷静を意識するにあたって何かをするとか、何かイメージするとかって、そういうことはされていたりするんでしょうか？そうですね、やっぱりその冷静に戦うために、今するべきことは何か、今例えば守るところだったらしっかり一つ一つ守ってって、自分が攻めるときどういう攻め方するのがいいのかっていうのを、今できる最善の方法をしっかりとやっていくっていうのを考えながらやっています。ありがとうございます。それでは改めてになるんですが、対戦相手の印象というのを教えていただけますか？そうですね、7戦7勝でやっぱり勝ちにこだわりが強い選手で、下からの決めが強い選手だなっていう印象ですね。もちろんその柔術強いということはご承知してると思うんですけれども、そこら辺に対する対策っていうのもしっかりされてきているというところでしょうか？そうですね、ずっと、まあ、下から腕十字の対策とか、逆に上取られた時どういうふうに逃げるのかっていう練習もしっかりとしてきました。ありがとうございます。はい、それではご自身でこの今回の試合、どんな試合展開になると予想しているか教えていただけますか？はい、そうですね、相手が多分組んでくると思うんですけど、相手の展開にさせず自分から試合を進めていくので、まあ打撃で攻めていくのか、そこから組んでテイクダウンして自分が上になって攻めていくのかっていうところで、まだわからないんですけど、自分が攻めるっていう試合にしていきたいですね。ありがとうございます。また、現王者として、また女子格闘技を盛り上げるために優勝はご自身で義務だと思っていますか？そうですね、もちろん優勝することは、まあ、最低条件というか絶対やるべきことで、さらに女子格闘技にもっともっと注目集めるためには、ここで優勝するだけじゃなくて見せる試合をしていくことがすごい大事かなって思っています。ありがとうございます。1回戦と準決勝のインパクト、そして決勝が日本人対決になれば大晦日のメインということも、可能性は出てくると思います。そこに対する意識っていうのはご自身では持たれてますか？そうですね、やっぱりライジンといえば大晦日っていうイメージが強いと思うので、そこで女子が大きい、まあ、試合、目立つ試合ができれば、女子格闘技にももっともっと注目が集まってくると思うので、もちろんそこを目指してやっていきます。ありがとうございます。また今回、伊沢選手ご自身がこうやってほしいと言ってたグランプリだと思うんですが、今回のグランプリは伊沢選手にとってどんな意味があるんでしょうか？そうですね、今回のグランプリが、世界トーナメントになったことがすごい自分の中では大きいなって思っていて、世界トーナメントになったことで日本人だけじゃなくて世界からも注目されるトーナメントになったと思うので、世界に伊沢聖華がいるぞっていうのをこう見せるような試合にしていきたいですね。ありがとうございます。はい、オフィシャルからは以上になります。それでは続いて本格さん、ご質問お願いできますか？はい、はい、お願いします。今回先ほどの対戦の見方があったんですけど、はい、通常は60キロあるんだそうです。という中で、今回あの52ではの選手を、49キロで、なんだろう、試合して勝つということは、伊沢選手にとってどんな意味なんですか？そうですね、やっぱり、まあ、もともと自分もストロー級とかで試合をしてたので、大きい選手ともやってたりするんですけど、まあ、そこでフィジカルでも自分は強いんだぞっていうところを見せたいなって思います。あともう一つ、先ほどのインタビューで、ライジンルールについて
このルールだったら自分を解放できると彼女も言ってたんですが、伊沢選手にとっては内人ルールだったら手術の長が自分にあるというふうに考えますか？そうですね、まあ、特に雷神ルールだからっていうのはないんですけど、まあ、決められたルールの中で自分ができる最善のことをやっていくだけかなって思います。はい、ありがとうございます。